なさい。主張していて声に気がつかなかったわ。今は聴いていたバンド？いえ、別にファンというわけではないわ。店が推しているようだから聞いてみただけよ。今日は練習もないし、新譜をチェックしに来たの。何か刺激をもらえる曲はないかと思って。ロゼリアが目指していた場所に立つ前に少しでもバンドに還元できることはしておきたいから。優勝おめでとう。ええ、ありがとう。あなたもコンテストで優勝したことを知っているのね。でもまだ目標を達成できたわけじゃないわ。私たちの目標はフューチャーワールドフェスのステージに立つこと。そのステージで納得のいくライブができて初めて私たちが掲げていた目標は達成される。それまではまだ気を抜くわけにはいかないわ。フェスの後？そう、あなたも私たちが目指すものを見失ってしまうんじゃないかと心配しているのね。今はまだ次の目標と呼べるものはないけれど、でもそのことに特に不安はないわ。その先のことはその先の私たちが必ず見つけると信じてる。前回のコンテストから1年、この1年で私たちは弱い自分を乗り越え前だけを見られるようになった。今の私たちならこの先何があっても乗り越えられる。私はロゼリアの5人の未来を信じているわ。だからあなたもしっかり私たちについてきて。